帰ってきて日本でのボールを使ってみるとさらに北京で使ってたボールは重かったんだなと感じましたというふうにも話してましたね。はい、これはライトいい当たり、そのままライトスタンドへ同点ホームラン。大松のこの一発、試合振り出しに戻りました。素晴らしい当たりでした。そうですね、難しいボールですよね。非常に大松選手がうまく打ったっていうホームランですよね、はい、これは失投でも何でもないんですよね、今のホームランはね。今シーズンはこの大松が非常にバットがよく振れていますでしょうか。ワンツーバッティングカウント、これはレフトですが、イックが一時を超えます。今江はゆっくりホームイン、大松今度は左へタイムリー、これで3対2、マリーンズ1点差に追い上げます。いや、今のも大松選手うまく打ったんじゃないですか。うまく打ちました。ライトスタンドからはサブローコールです。あ、これはどうだ、レフト下がる、その上サブロー満塁、逆転アーチです。今ゆっくり三塁ベースを回って、今シーズン第3号はグランドスラムということになりました。こういう結果にね、やっぱりなりましたよね、はいはい、その勝負になりますね。さあ、2、3フルカウントです。一塁ランナースタート、あー、これが送球それる間に三塁ランナー帰ってきます。思わぬ形で勝ち越しのランナーが帰ってきました。7対6勝ち越しのランナー里崎帰ってきました。そして早川、いい当たりが抜けていきます。もう一人ランナー帰ってきます。そして早川は三塁へ、タイムリースリーベース、8対6、その3、また2点となりました。ちょっと川岸がこれショットショックがね、気落ちしましたかね、はい、気落ちしましたけども、まあ、打った早川選手もね、やっぱりさすがベテランという感じですよね、はい、集中力を、非常に勝負強いバッターでありますけども、これ前の打席の大松選手が敬遠されての打席でありました。これはどうかな、ライトスタンド入りました、ホームランです。片山投手も入ったのという当たりでしたけれども、今シーズン第4号、昨日に引き続いて2試合連続のホームランであります。先制点は千葉ロッテマリーンズ、サブローのこのライトスタンドへの一発でありました。1対0。いや、今ライト方向にフラフラっと上がったように見えましたけどね。そうですね、非常に打球が伸びていきましたよね、難しいボールですよね、はい、今打った瞬間はこれはレフトへ、どうかな、レフトが見送った、勝ち越し戦は千葉ロッテマリーンズ、6回の表オーティズの一振りです。今シーズン第8号が勝ち越しホームランになりました、2対1。勝負球っていうところで好きですよね、あれより外、今のファールより外、うまく乗せていきました、ライト前、3点目、今井が勝っていきます、3対1。ここは大松のうまさ、もうリックが打てなかったんだからしょうがないですね、一番打ってる選手が打てなかったわけですからね、はい、さあ1点差でゲームは終盤8回の表に入ってまいります。バッターボックスはオーティズ、初球攻撃どうかな、これもいった、2打席連続オーティズ、これでまた4対2、点差が2点と広がります。レフトスタンドへ高々と打ち上げて、今ゆっくりとホームイン、4対2です。2打席連続です。そうですね、いいバッティングでした、はい、球種はね、カーブですよね、高めのカーブ、ただやっぱりね